皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はインスタグラムの方で美容についての質問を募集したんですけれども、たくさんの質問本当にありがとうございました。その中からピックアップをして今回は答えていきたいと思います。では早速一つ目から答えていきます。今後生きているうちに一つのコスメしか持ち歩けないってなったら何を持ち歩きますか？私はもうリップですかね。私もすっぴんの時とかよくやったりするんですけど、唇に少し血色感があるだけでちょっとお顔が明るく見えるっていうか、それだけで全然違うなと思うので、よく唇美容液とかでちょっと色がついてるものとか、リップクリームなんだけど色がついてるものとか、赤みのあるものとかをちょちょって塗ったりしているのでリップかなって思います。あとコスメの中でもすごく印象を変えることができるので、リップはコスメの中でもすごく大好きなアイテムの一つです。次、乾燥肌だけど保湿重視したらベタベタになって何かいいものありますかっていう質問なんですけど、私は水分をたっぷり入れる保湿方法に変えてから気にならなくなりました。私も本当に乾燥肌で困ってるんですけど、あんまりね、クリームとかをたくさん塗ってしまうと肌荒れの原因になってしまったりとか、それこそちょっとベタつくのが気になるっていう風になってしまうので、まず洗顔後に軽めの美容液をしたら、その後に化粧水をつけて、でその後にまたパックをして、でその後にまた化粧水をしたりとか、それから軽めのクリームをつけたりとか、あとは化粧水をつけるときは3回お肌に浸透するまでつけていて、まず1回目つけて浸透したら2回目3回目っていう感じで、水分をいっぱいお肌に入れるように心がけてます。あとはコットンパックとかもちょっと気になった時はこまめにやるようにしていて、それからすごくお肌の乾燥とかも気にならなくなったし、ベタつきとかも気にならなくなりました。次、まつげのケアを知りたいです。まつげのケアはですね、今一応自まつげなんですけど、もともとあんまり濃い方じゃないというか、長さはマスカラとかで結構伸びる方ではあるんですけど、まつげケアをしてからなんか長さが伸びたような気がしてて、あと下まつげとかもちょっと伸びた感じがして、すごくなんかいいんじゃないかなと思って続けてるんですけど、私はこちらのスカルプ D のまつげ美容液を塗ってます。こちらはこういったタイプになってるので、まつげの上にパーって塗ったりとか、目の下にこう塗ったりしてるんですけど、まつげのケアだけじゃなくて目元の美容液としても使えるものなので、余ったやつとかはちょっと目とかに伸ばして使ったりしています。私は寝る前に1日1回つけるようにしてます。次、みずきティーの鎖骨が好きなのですが、鎖骨を綺麗に見せるためにしていることはありますか？鎖骨はもう私は日々マッサージをするようにしていて、首のマッサージもそうなんですけど、ここね、ここが詰まっていると鎖骨も出なくなっちゃうし、ここら辺が綺麗に見えなくなっちゃうので、ここのちょうど鎖骨の中、ここ痛いんですけど、ここちょっとみんなも触ってみてください。詰まってるとすごく痛いと思うんですけど、ここら辺をぐるぐるってちょっと両手でちょっとこうグーッと押してみたりとか、ちょっとグーにして首周りとかこうやってマッサージしてみたりとか、この辺をよくマッサージするようにしています。これをやるのはスキンケアの最後とかに、お顔にこうつけたクリームとかでそのまま伸ばしたりとか、あとすごく疲れてる時はオイルとかつけて首のマッサージとデコルテのマッサージはこまめにするようにしています。次、笑顔が素敵なのにシワが全くないので目の笑いシワ対策はどんなことをしていますか？いや、ありがとうございます。目元のケアは皮膚がやっぱりすごく薄いところなので、ケアとか忘れがちになっちゃうんですけど、目元のケアっていうのはすごく大事にするようにしていて、私はこちらのポーラのアイクリームをずっと使っています。他にもいくつか使ったりはしてるんですけど、私的に目の保湿とあと目元がすごくすっきりするっていうのではこれが結構お気に入りで、こういう感じになっているので、もうほんとこれくらいかな、このぐらい少しだけ取って目元にくるくるっとマッサージをしています。これはね、もう本当に保湿力も高くって、もう本当に少しの量ですごく伸びるので、あまり出しすぎずに本当にちょっとの量で伸ばすようにしています。次、イエベだけどブルベのメイクがしたい、似合うにはどうしたらいい？
私も結構なんかイエベとかブルベとか結構言われてるじゃないですか最近。なんですけど私自身は全然気にしてなくて、なんかもちろん似合うとかも大事かなとは思うんですけど、私は自分が好きなメイクを楽しみたいし好きな色をつけたいし、だから似合う似合わないとかじゃなくて、実際私イエベなのかブルベなのかちょっと調べたことがないのでわからないんですけど、なんかピンクも全然パープルもオレンジも何でも使ってるので、私はどちらかというとファッションお洋服に合わせてだったり行く場所によって変えるようにしています。だけど例えば、ブルベ系のメイクがしたいよっていう時はパープル系とかピンク系のベースとかを使ってちょっとお肌の色から少しベースでコントロールをしてみたりとかして変えるのもいいんじゃないかなって思います。やっぱり今はコスメがたくさんあるので自分のベースのカラーとかもコスメとかによって変えることができると思うので、まずはベースからちょっと色を変えてみたりして雰囲気をチェンジして楽しむのもいいんじゃないかなって思います。次おすすめのフェイスパックを教えてください。フェイスパックもいろいろ使うのでおすすめはたくさんあるんですけど、最近使ってるのがこちらとこちらです。こっちは私はいつもコスメキッチンで買っていて、これは6枚入りかななんですけど、本当に香りもすごく癒される香りだし、こう厚め分厚めの感じで本当に保湿されるのと、なんか透明感が上がるっていうか、なんかお肌がすごく明るくなったように見えるので、すごくこれはお気に入りです。あとこちらはイベントの時とかにも聞かれたら答えてるんですけど、このお米のマスクが本当に大好きで、こちらも結構厚手のタイプで日本製のマスクなんですけど、こちらは10枚入りで薬局とかで買えるものです。これは4種類の 100% の国産米由来成分が入っているので、すごくねこれも潤い不足のお肌にはぴったりだなって思います。本当に日々パックをしているので、特に今の時期ですね、今の時期は乾燥が本当気になっているの で、ちなみに私はパックは冷蔵庫に入れて冷やして使うようにしています。冷やすとなんかすごく毛穴がキュッて閉まる感じがするし、あと気持ちがいいので私は冷やしパックをするようにしています。次、混合肌におすすめのフェイスパウダー教えてほしいです。いいのに巡り合えなくて。私はどちらかというと、乾燥肌の方なんですけど、お家でいつも仕上げに使ってるフェイスパウダーはこちらのクレードポーンのフェイスパウダーです。これはね本当にお粉が細かくって、本当お肌にふわって乗ってくれるのでお気に入りで、ちょっと結構出ちゃってるんですけど、これに取ってポンポンポンと優しくつけたりとか、あとはフェイスブラシとかでふわふわってのせたりとかしています。季節だったりとかお肌によってパウダーとかも日々変えてるんですけど、一番よく使うのは今のやつかなって思います。次、乾燥肌です。持ち歩きできるコスパもいいミストのようなものがあったら教えてください。すごくこれ人気でアットコスメとかでもすごく上位の方にランキングでも入っていたんですけど、こちらのミスト、これは最近私お気に入りで持ち歩いたりしてるんですけど、すごく細かいし本当にふわって乗るし、乾燥したなっていう時はこれをふわっとかけて、その上からちょっとスポンジでこう押さえたりとか、ティッシュとかでちょっと押さえたりとかして使っています。あとは私が個人的に大好きでもうずっと使っているのは、あと SK2 のミスト、これはちょっと高いんですけど本当に保湿されるので顔がもう乾燥して仕方ないよって方とかには私的にはすごくおすすめです。次、23歳です。この年代からスキンケアで始めといた方がいいこととかあれば教えてください。なんだろう、私は美白かなって思います。シミとかねできちゃったりすると消えにくいし、とにかく日でお肌は衰えるっていうので、美白対策だったりとか日焼け対策っていうのはもう早い段階から始めておくのがいいのかなって思います。なので私は年中日焼け止めは塗っていたりとか、あとはスキンケアの中でも一つ美白アイテムのものをちょっと取り入れてみたりとか、美容液だったりクリームだったりでもいいんですけど、あとパックでもいいんですけど、ちょっと日差しをたくさん浴びたよっていう日とかは念入りに塗ったりとかしといた方がいいかなって思います。あとは私は夏とか、あと海外に行く日とか長時間外に出る日とかは
まあ、日焼け止めをしっかり飲んで日焼け対策もするようにしています。次、リップが使う種類によって唇が荒れます。防止策ありますか？でもこれはどうなんだろう。もう合う合わないがあると思うので、私もこのリップをつけると荒れちゃうっていうのとかあるし、そういうのはやっぱり選ばなくなったりするんですけど、どうだろう。あとどっちかというと荒れちゃった後は、あの唇のスクラブとかでくるくるってマッサージして、でしっかりたっぷりのリップクリームをつけてラップパックしたりとか、もう本当にひどい時はその上にホットタオルを重ねてちょっと温めたりして血行を良くしてあげるとか、そういう風にすると今の乾燥してしまった唇とかにもすごく良くて、いつもプルッとした唇で入れるので、どっちかというと私は荒れちゃった後の対策を気をつけるようにしてるんですけど、もしかしたら合う合わないはリップによってあるのかなって思います。次、みずきちゃんが毎日欠かさずやってることは、私が毎日やってることは、毎日お風呂に浸かることです。体を冷やしてしまうと本当に美容にとっても、体にとってもすごく悪いことなので、温活はしっかりするように心がけていて、なので毎日お風呂に浸かることと、あと上がった後のちょっとしたストレッチ、あとマッサージとかは日々やるようにしています。次々と新しいコスメを買ってしまって、ちょっと使ってすぐ新しいものってなるのが悩みです。でもこれすごい私わかるんですよね私もなんて言うんだろう、なんか趣味っていうか本当に好きなことの一つで、気分も上がるしワクワクするし楽しいし、そういう気持ちになれるんであれば私はすごくいいんじゃないかなって思います。あとなんか新しいものをね試した時とかもなんかすごくハッピーな気持ちになるし、でも例えばコスメは大事にしていたいので、今まで買ったものは大好きなものは全部取ってあるし、あとはコスメを見やすいようにして日々探してどれにしようかなって探す時間が楽しかったりするので、私はすごく新しいコスメは買うけど、昔のものも全然愛用するし、新しいコスメと一緒に合わせて使ったりとかするので、それが楽しい一つっていう風になっていれば私はいいんじゃないかなって思います。次、アイメイクをするときに大事にしてることは何ですか？アイラインを本当に極力細めにすることですかね。あんまり太くラインを引いてしまいすぎると目元がちょっと小さく見えてしまったりするので、アイラインも細めに引くっていうのもそうなんですけど、ちょっと丸く見せたいときは黒目の上だけを少し太くするとか、ちょっと垂れ目に見せたいときは目尻だけちょっとだけ太くするとか、そういう風にポイントポイントで太さを変えてみたり、メイクによって長さを変えてみたりとか、そういうところはこだわってるかなって思います。次、半身浴している間は何してますか？私は携帯してることが多いですかね。コメントみんなからいただいたコメントを読んだりとか、あと SNS の更新するときもあるし、あとは雑誌とか持ち運んで雑誌読んだりとか、あと YouTube 見たりとか、そういう時間になっているかなって思います。次、自分に似合う前髪の見つけた方が分からず悩んでいます。私もねすごくやっぱ悩むんですよね、どうなのがいいんだろうって。けど今まで伸ばしたこともあるし、切ったこともなんかいろんな分け方にしたこともあるんですけど、いろいろチャレンジしてみるっていうのがいいんじゃないかなって思います。でいろいろチャレンジしていく中で、あこれ私合ってるかもとか、あと気分によって変えたくなったりすると思うので、私も急に伸ばそうってなったりとか急に切ろうってなったりとかコロコロ変えてるし、あとは相談できる美容師さんを作るっていうのもすごくいいかなって思います。私もね毎回美容師さんに相談をして、今流行りの感じどんな感じだろうとか、今後どんな感じにしていったらいい感じにまとまりますかねとか、なんか相談してみたりとかしていろいろチャレンジをしているので、そういうのも大事かなって思います。私的には決めつけなくてもいいんじゃないかなって思っていて、私はもうこれしか似合わないとかいう風になってしまうと、なんかチャレンジすることも少なくなっちゃうのかなって思うので、いろいろ楽しんでもいいかなって思います。次、お化粧で一番大切にしている部分はどこですか？ベースですかね。やっぱりお肌のベースが綺麗だとメイクも綺麗に見えるし、なのでまずスキンケアから始まってベースとかもやっぱツヤっぽく見えた方が綺麗かなって思うので、お肌が潤ってるように見える、そういうお肌作りとかはすごくこだわりの部分かなって思います。次、メイクやヘアなどはどこで勉強しているんですか？
私はありがたいことに撮影だったりでプロのヘアメイクさんにお話を聞けたりとか、あと雑誌の撮影とかで新作を見せていただいたりとか、そういうところでもちろん勉強はしているんですけど、けど昔から自分で試すことだと思っていて、もともとずっと美容とファッションがずっと好きでこの仕事を始めることになったんですけど、その時もたくさんのコスメを買っていろいろ試してみたりとか、いろんな色を使ってみて、あ、なんかこれは違うなとか、こういうのいいなとか、あと髪の毛の巻き方もそうだけど、自分で何回も試して失敗して、それを繰り返して徐々に上手くなっていったりとか、なのでどこかで勉強するっていうよりかは、私は自分で勉強して見つけるっていうことが多かったかなって思います。あとはなんかこのメイク可愛いなとか、そういうのを見つけて、なんかそれと真似してやってみるのとかでもいいと思うし、まあ、SNS でも雑誌でも何でもいいんですけど、そういうのを見つけて練習するとか、最初はそういう風にスタートしてみてもいいかなって思います。メイク落としするときに気をつけていることは、私は特に乾燥肌なので、オールでのクレンジングだと結構乾燥してしまって、必要な油分まで落としてしまっている感じがすごくするので、ジェルタイプかクリームタイプのクレンジングを使うようにしています。これはもうずっとそうなんですけど、お肌にも負担かからずにすごく優しくクレンジングができるので、あと今ジェルとかクリームタイプでも目元の濃いメイクとかでも落ちるものもたくさんあるので、そういうものでするようにしています。あ、以上かな、以上ですかね。はい、こんな感じで今回はこれで以上だったんですけど、これ以外にもね本当にたくさんのコメントをいただいていたので全部お答えしたかったんですけど、また美容についてとかそれ以外にも質問返しは定期的にやっていきたいと思うので、ぜひまた次回とかもコメントいただけたらすごく嬉しいです。何か少しでも参考になるものがあればいいなと思います。本当に美容はね、自分に合う合わないとかもあるし、自分にとっての好きとか心地がいいとかそういうのとかもあると思うので、本当に自分にとって気分が上がるとかテンションが上がるとか、そういうのも私的にはすごく大事かなって思ってます。私はメイクをしていたりとかそういう時間がすごく楽しかったりもするので、なんかすごく美容が楽しいなって一緒に皆さんと感じられたらいいなって思うので、また美容についてとかもたくさんメイクとかもアップしていくので、これからもぜひ YouTube 見ていただけたら嬉しいです。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。